いや、めちゃくちゃ楽しみです。ドラマ GTO リバイバル2024。反町隆史がまた鬼塚英吉をやってくれますね。このように出てます。ドラマ GTO の2024年版について教えてくださいとバードに質問したところ、1998年に放送された反町隆史氏の出演ドラマ GTO が2024年春に新作スペシャルドラマとして復活することが決定しました。タイトルは GTO リバイバルですと。ストーリーは主人公の鬼塚英吉が問題だらけの高校に教師として赴任し、悩みを抱えた生徒たちに鬼塚流の熱血授業を繰り広げるというものですということで、想像通りの展開になりますね。はい、2024年版の GTO リバイバルでは、時代背景が平成から令和に移ったことを受け、SNS での誹謗中傷やトラブルなどの新たな問題も取り上げられる予定です。また生徒役には新人俳優や若手俳優が起用されるとのことですね。これもいいですね。はい。主演の鬼塚英吉役は前作に引き続き反町隆史が務めます。もう50歳。ね。反町は2023年9月15日に行われた発表会で、自分の中で鬼塚という役を忘れたことはないとコメントし、なんとも嬉しいじゃないですか。26年ぶりの再演に意欲を見せました。GTO リバイバルは2024年春に、カンテレ、フジテレビ系で、放送予定ですと。以下に、2024年版 GTO リバイバルの概要をまとめますと。放送予定が2024年春で、カンテレ、フジテレビ系で、主演が反町隆史と。ストーリーは先ほどお話した通りですね。それから、生徒役には新人俳優や若手俳優が起用されると。今のところ分かってるのはこのぐらいなのかなと思いますけどもね。これなんか読み上げるをしてみましょうか。1998年に放送された反町隆お、史主演のドラマいいじゃん。GTO が2024年春に新作スペシャルドラマとして復活することが決定しました。俺が喋んなくてもタよイかったトルな。は GTO リバイバルです。ストーリーは主人公の鬼塚英吉が問題だらけの高校に教師として赴任し、悩みを抱えた生徒たちに鬼塚流の熱血授業を繰り広げるというものです。2024年版の GTO リバイバルでは、時代背景が平成から令和に移ったことを受け、SNS での誹謗中傷やトラブルなどの新たな問題も取り上げられる予定です。また生徒役には新人俳優や若手俳優が起用されるとのことです。主演の鬼塚英吉役は前作に引き続き反町隆史が務めます。反町は2023年9月15日に行われた発表会で、自分の中で鬼塚という役を忘れたことはないとコメントし、26年ぶりの再演に意欲を見せました。 GTO リバイバルは2024年春にカンテレ・フジテレビ系で放送予定です。以下に2024年版 GTO リバイバルの概要をまとめます。放送予定2024年春、放送局カンテレ・フジテレビ系、主演反町隆史、ストーリー問題だらけの高校に赴任した鬼塚が悩みを抱えた生徒たちに鬼塚流の熱血授業を繰り広げる。時代背景平成から令和に移ったことを受け、 SNS での誹謗中傷やトラブルなどの新たな問題も取り上げられる予定。生徒役新人俳優や若手俳優が起用される予定。